キリスタン陸の陰性が削減される70歳から74歳の医療費負担1割から2割、医療支援介護1、2類を介護保険サービスから切り離すなど全く解約ばっかり。その上に今ずっと円安になって輸入物価がガソリン、電気、ガス、食料品などどんどん値上がりしている。ここへ消費税 3%、 これが景気故障でどこにも差がじゃない、デフレだっちゃうと言いながら全くそんなことにならないということだと思いますね。当然これは反対です。もともと我々たちはこのずっと税収控除をおかしくなってきてると前にこの番組で申し上げたことがあるんですが、消費税購入以来3年間の消費税総額250兆円、そのうちの250兆円が国民税減税になっちゃう。むしろ所得税や法人税を前の財布で税収控除をやっている。財政が上がるというのが国民税税の税収控除を行っている。
その規制半分に 10% が来ます。 10% の段階では経年年率の方に伸ばすことが自民党としますので、その具体化を想定しています。西直子さん、まあ、今のよく教えて言うと、まあ、自民党公明党の進め方、あと日経がちょっと、まあ、当然定職者会議の重要なんですが、まあ、大場君は中盤部の前に出てますけれども、結果として増税分が公共事業に回っていきつつあるというのを危惧しておりまして、その煽りを受けて社会保障が乱暴にぶった切られているんじゃないかと、まあ、当然社会保障はですね、非常に大きいんで、これ効率化はしないといけないですね。ここはですね、そうでない方にもうちょっとお金を出していただくような負担増というのは必要ですけれども、例えば我々民主党が総裁として出しているんですが、会の全体、会に出ている方の全体でですね、経度も含む認知症が8割にいらっしゃるんです。Thank you.
していた軍事行動といったものは回避できるということなんですが、まあ、これはですね、やはり最近ではとても大きな安全保障上の一つの、合意の節目、政治的合意の節目があったと思うんですけど、こういったものに対して日本はどういうふうに向き合っていく必要があるか、また順番を変えて社民党の松井さんが引き続き、このアサド政権のですね、化学兵器使用の証明と国連安保理の向きもしているということは、それも国民全勝と国際的に関係を止められないということを大学は申し上げてきました。今そういうロシア側の提案があるので、あるいは諸国の国も賛成だと、